江川さん、このピッチャー酒井のその腕の振り、この辺なんかどうですか。非常にあの力感ありますしね、あのボールが伸びていくだけの腕振りしてますから、非常にいいものを持ったピッチャーですよね。ただまだそのどこに投げてバッターが欠点があるとか長所があるというのは分かってないと思いますね、はい、あっただだバックスクリーンを目指す目指すバックスクリーン入りました。34号です。そのホームランニコリともしません松井。喜ぶライトスタンド。しかし今日のゲームは何としても勝たなければいけません。これで10対3です。まあこれが反撃ののろしとなる。そうなるとそのヘッドスピードってちょっと遅くなるんですよ ね、 なるほどね。それがちょっと若干見えるかなっていうところですよね。ツーストライクワンボールです。カーブのが合うんじゃないでしょうかね、首を2つ振った菊池原。カーブ来た、どうだ、左中間ボールが伸びる伸びる飛んでか飛んでった2打席連続出ました。カーブを今度は左中間を破ってスタンドまで持っていきました。2打席連続アーチです。今シーズン35本目。少し笑顔が戻ったか松井。ホームイン10対6。今カーブの方がと言われたのはどちらで。ここまで来たら松井君3割3分3厘にもこだわってもらいたいですね。またちょっと世界が変わるんですかね、はい、